ホーム駅前ロータリー、笠岡駅は、岡山県笠岡市笠岡にある、西日本旅客鉄道山陽本線の駅である。駅番号は、JRW11。山陽本線では、岡山県最西端である。快速、サンライナーの全列車が停車する。単式ホーム一面一線と島式ホーム一面二線、合計二面三線のホームを持つ、地上駅。駅舎は、 短式ホームの1番乗り場側にあり、島式ホームの2.3番乗り場へは、古戦橋で連絡している。古戦橋には、エレベーターが設置されている。北口はあるが、その他の出入り口はない。駅南側へ出るには、北口を出て、すぐの通りを進んだ先にある地下道を通ると、南側に出られる。新倉式駅管理の直営駅で、愛国家が利用可能。かつては、 有害者用車扱い貨物ホームが設けられ、貨物の積み下ろしを行っていた。駅スタンプは、カブトガニ博物館と笠岡諸島。1日の平均乗車人員は、以下の通りである。当駅から、佐藤方面に、路線バスで進むことは、不可能である。東海道、山陽本線沿線で次に路線が途切れるのは、彦根舞原である。出店、岡山県統計年報。 路線番号導入のお知らせ。友鉄道株式会社。2018年9月14日閲覧。東大見市なる谷でも数分の徒歩が必要。笠岡市都市計画マスタープラン第4編、第2節ページ75。ありがとうございます。